いい天気やな。あ、おはようございます。シャトル大阪 TV、 シャトル TV ですね、はい、あ、西どうも、 お久しぶりです。河原下積田です。あ、上なのに下積田なんです。あ、はい、おはようございます。おはようございます。今日はちょっと西に代わって、はい、そうですね。おはようございます。おはようございます。今日はどこですか、ね、ここは。ここはですね、はい、宮古島、区民センター、区民センターですね。なるほど、はい、何やるんですか今日は。今日はですね、はい、年に2回の、はい、制作勉強会、制作勉強会、はい、っていうのを、3拠点合同で、3拠点、合同で、3拠点なのか、北で見たんで、はいはい、合同で勉強会というのをね、はい、します。なるほど、はい、店舗揃ってね、はい、会社のね、今後をみんなでこう考える勉強会ですね、はい、そういう感じですかね。その雰囲気をね、ちょっと今日はお届けしたいと思いますので、はい、まあ、ちょっとずついろんな人も出るかと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということで、はい、始まりました。どうですか、この中ですね、ここね、うん、あちらの会場の中の方でやってます。あれ、西、何いただいてるんですか。本日表彰いただきましてありがとうございます。レンタル増加、半期1位ということで、はい、ありがとうございます。こういう表彰もね、はい、ありますからね。なるほど。ちょっと中入ってみます。そうですね。ちょっとこういうコロナの時期なんでね、あんまこう大声ではできないですね。こういって、はい、4拠点揃ってやってます、はい、ちょこちょこちょっとね、休憩行かれてるんで、あれですけど、できる男いましたよ。IT 坊やです、はい、何やされてるんですか。一応司会進行で流れを一応ちょっと、はい、なるほど、さすがですね、はい、はい、ましたね。お疲れ様でした、はい、という感じでね、はい、年に2回そうですね、こうやって会場をね貸し切って、そうですね、はい、制作発表をしております、うん、どうでしょう、まあ、シャトル TV であげることがなかったのでこういうね、こともやってますよっていうのを、はい、たまにはね、はいはい、なかなかいい時間になったんではないですかね、はい、明日からまた頑張りたいと思います、はい、今日はちょっと真面目な内容でしたけど、はい、またちょっといろんなコンテンツ上げていきますので、はい、はい、またよろしくお願いします。お願いします。